かなカンは山梨県の郷土玩具。江戸時代後期から明治時代中期頃までに流行した単語の節句における節句人形。通称はおかぶとで別称に海カなカンまたは単に麺やかぶと麺とも呼ばれる。現在では廃絶したため一般的ではないものの周辺地域では見られない公衆独自の節句飾りで公衆だるまや公衆だことともに 山梨県の代表的な郷土玩具として知られる。金漢物は、紙製の張り込めんと前立を棒で支え、垂れをつけた簡素な一種の武者人形で、棒なしで吊るすものもある。山梨県内において、江戸後期から単語の節句における節句人形として用いられ、男子の健やかな成長や家勢の流盛を示すものとして、親戚や知人、親分などから贈られ、 一目につく縁側に飾られた外飾りの人形。金勘物の語源は、金兜が点火したとする説、神かんも物であるとする説がある。前者は、貝の落葉において用いられ、総合強度研究や、日本人形史がこれに習い、総合強度研究では語源に関して、金兜が点火したとする説を紹介している。後者は、江戸時代の知史、恨みなしに、 景観物の例があることからも、この説が指示されている。一方で、上野聖牢はひな問屋の聞き取り調査、古文書調査から、おかぶとが正しい故障であると指摘している。金観物の製作方法について、山梨県立図書館の記録映像によれば、彫刻を施した木型に油を塗り張り小紙を貼り付け、乾燥させた後に、木型から剥がして成形し、顔を描いて彩色して仕上げる。 張リ面に用いられる造形は、武田美史をつけた武田信玄が一般的であるが、その他に武田家の武将などの戦国武将をはじめ、源義家、源頼朝、源義経ら、源氏の武将、三国志に登場する武将、桃太郎や天狗など、伝説上のものなど様々なものが表現され、郷土史野の上野聖狼は22種を挙げている。また、 上野の調査によれば、金刊物は露店や行商により販売され、西郡地域や河内地方では広く流通し、群内地方には及ばなかったと言われ、西郡や河内では現物資料や石膏像等の伝承が残されている。金刊物の資料上の所見は、江戸時代の恨み寒話で金刊物について図解で紹介されており、江戸後期に出版された甲府城下町の 商工名館である、甲府会物読案内には、地裁ものを扱う四軒のひな問屋の存在が記されており、甲府城下での製造販売が行われていたと考えられている。また、文化六年と火影五年には、金漢物の製造販売をめぐり多国問屋との訴訟も発生している。今日の単語の石句に飾られる鯉のぼり。金漢物は古くは人目につく野外に飾る。 外飾りの人形であったとされ、神を宿らせる招き台、寄り台の意味があると考えられている。日本では中国の影響を受けて宮中において古節句が成立し、江戸時代には幕府により、式日として定められ、仏家社会においても定着した。古節句は庶民の間にも浸透し、土地の風習と集合し一年を通じて様々な節句風習が根付いている。 五節句のうち単語の節句は5月5日に行われ、勝負の節句、男児の節句とされている。本来は、勝負やよもぎを門戸に刺し、勝負師を飲み邪気を払う意味であったが、日本では、田植えの時期に当たるため他の神に対する奉仕や払い、意味こもりの意味が加わり、意味こもりの家を刺す標識として、のぼりや人形が寄り台として用いられるようになった。武家社会では、勝負を、 勝負と解釈し、本来は邪気払いのため頭に巻いた勝負が兜飾りに変化し、鎧兜や武者人形、恋のぼり、武者絵の描かれたのぼりなどを屋敷の内に飾る京の形態に変化したと考えられている。金な物は、こうした石工人形の外飾りから内飾りの変化の中で、武者絵を取り入れつつも外飾りの形式を保ち、江戸時代に、 庶民の間で飾り兜に金具の使用が禁じられたため、張り子の面を用いて成立したものであると考えられている。明治時代の文明開化政策において、山梨県庁でも民族行事や収族の簡素化が実施され、1871年から県庁から2つが発せられ、高不動祖訟祭礼など、江戸時代以来の収族が廃絶している。 1873年の県二つ書では、人生儀礼に伴う贈答収束の簡素化が発せられ、金冠物もこれらの抑圧を受けて縮小し、衆議帳や日記資料など、在肩記録においても衰退傾向が見られ、目の部分に穴を開け、背面に糸をつけ、お面として転用された実物資料も現存している。さらに、明治中期には、中央線開通などにより五月人形や、 鯉のぼりなど都市部のセック風習の影響を受け、金刊物を飾る風習は途絶し、石狐風習は外飾りの金刊物から内飾りのセック人形に変化した。金刊物に関する研究は少なく、江戸時代後期には、海江三年、海内手振りにおいて紹介されている。1916年に実業家で郷土師屋の若尾金之助は、 山梨県の民族を記録したおもちゃかごを表しているが、かなかん仏の存在にはくれらおらず、公州年中行事では若干言及している。1926年には甲府に滞在し、山梨県内の民族や考古資料を調査した牧師の山中京子が貝の落葉において言及した。1936年には総合郷土研究において取り上げられ、 全国的には1942年に山田徳兵衛が日本人形史において山梨独自の人形として紹介した。戦後には郷土市屋の上野聖狼が実物資料を収集し消滅に至った背景を考察した。山梨県立博物館では上野生老の収集した民族資料に含まれる岡ぶとや公衆文庫に含まれる木型。 カジカザワ町の個人所蔵のコレクションなど、関係資料が収蔵されている。2009年には、シンボル展、消えた、お株と、セック人形金ナ物の謎を追う、を開催し、民族学的背景などを考察した。また、県内では、郷土教育においても取り上げられたり、金ナ物の再現政策も試みられている。山梨県では、実の親子関係以外に、 疑似的親子関係を結び親分が子分を従属させる代償に社会的貢献を行う親分子分観光が近世から戦後一時期にイタリまで存在した。恨み寒話は法歴2年に成立した交付金版紙、野田製方による致死書で会の国の民族をはじめ様々な事柄が記されている。会の総称書,書斎。上のピアニッシモ。 三百一から三百2源の頼朝、義家、義常、頼光、頼政、武田信玄、勝頼、上杉謙信、豊臣秀吉、加藤清正、天狗、桃太郎、松尾、梅尾、桜丸、弁慶、時次郎、おいらん、石橋、勘武、長妃、劉備の二十二種。甲府買い物独案内は、甲府城下町の諸職種を一覧したタウンガイドで、 開栄4年版と明治5年版がある。海外に高橋治む、甲府買い物独案内との対話、会がある。買い物によれば、甲府城下には4件のひな問屋が存在しているが、いずれも明治以降に廃業している。前者は、ひなん屋訴訟書類山梨県立博物館所蔵、若尾資料、校舎は、ひなん屋差しもでれ1件訴状並びない最小問堂。 公衆文庫。消えた、おかぶと、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 消えたお、おかぶと、上の P299 上の P300 上の P299。ありがとうございます。